いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。宇和田大、本日もよろしくお願いいたします。はい、本日ご紹介するのは山崎製パンより9月1日に新発売された、ふんわりパオ、餃子味大阪王将監修。はい、こちらをご紹介したいと思います。このふんわり生地で、具を包んだ中華まん風の惣菜パンを紹介したいと思います。こちらは、山崎パン独自の発酵技術によって熟成された生地で、大阪王将監修の餃子の具をたっぷり包み、ふんわりと蒸し上げました。餃子の具は豚肉、玉ねぎ、キャベツを使用し、シャキシャキした食感に仕上げるとともに、醤油ベースにニンニクを効かした濃厚で、コクのある味わいが特徴です。袋を開けてすぐにそのまま美味しく召し上がりいただけます。また電子レンジで温める食べ方もおすすめしたい食べ方ですということで、まあ、今回はまずこの何もチンしてない状態で食べてみたいと思います。いいですね。はい、以上ですね。ふんわりパオ餃子味は山崎パンとイード&要は大阪王将のね、会社との共同開発にした餃子の具をふんわりしっとりとした白い生地で包んで蒸し上げた手軽に食べられるパンです。で、大阪王将は昭和44年9月に大阪の京橋で、創業し、現在は日本国外に店舗を展開する餃子専門店となっております。で、包装あたり187キロカロリー入ってるんですけど、これ、ごめん、これ罠回しなの？罠回しってカテゴリーなんだ。これ知らなかった。わなまか通りなのね。乳成分、卵、小麦、タコマ、大豆、鶏肉、豚肉を含んでおります。詳しい方は、一時停止してご覧くださいという。そうですね。はい、では、いただきます。こういう風に、ね、入っております、はい、こういうね、おーすごい、言えるかな。じゃあいただきます。美味しい。もう中華まんですよ、もうほぼ。これもしかしたら普通にね、もう陳謝は中華まんですよ。美味しい、やっぱ本場の味違うね。本場なのかどうなのか、いや、つけてもいいと思います。ぜひね、この今だけだと思います、山崎と大阪王将のコラボ、ふんわりパオ大阪王将の監修の餃子味、ぜひ美味しいんで食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いな、食べになるなという方はチャンネル登録、高評価お願いします。そして関連動画の方も見てくれればまた喜びますんで、ぜひね、よろしくお願いします。じゃあね。